はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 A のいろいろな方程式の整数解についてお送りします。で、長くなってきましたが、これで数 A の動画最後となります。まあ後でね、もしかしたら足すかもしれないんですけど、ひとまずこれで最後です。で、最後は問題を2問やっていきますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、整数解、まあ下はね、自然数解なんですけど、前もやったんですよ。で、やったんですが、このタイプ、まあ1番のね、このタイプと2番の分数のタイプやってなかったので、まあ最後1本やっていきます。で、まず1番ですね。で、2番も結局ね、同じことをやっていくんですけど、こういう風な、まあ、式でね、出された場合何するかっていうと、因数分解しに行きます。で、結構無理やりなね、強引な因数分解をしに行くと。で、目標としては、カッコカッコイコール整数にしたいんです。カッコかけるカッコイコール整数。で、この部分、まずね、xy とマイナス 3x を見たときに、x でくくり出せるじゃないですか。で、くくり出すと、y マイナス3と、こうなります。今、この部分2つね。で、後ろの部分、ここ何も出せないんですけど、これだけ見ちゃうと。でも、y マイナス3を無理やり作りに行きます。無理やり。で、マイナス 2y ってなってるので、ここはマイナス2を出します。こうやって。で、こっちはもう無理やりなんで、作ってしまうの。y マイナス3。でもこれ展開するとこれに戻らないのね。で、一応展開してみようか。xy でしょ？マイナス 3x。で、マイナス 2y プラス6になっちゃうんですよね。でも、これに戻らなきゃいけないから、あ、じゃあ3多いなと。じゃあ、3引いてあげれば戻るよねって考えるんです。こうしたら戻るでしょ？これに。ってことは、これも3を引いてあげればいいんです。合わせるために。帳尻合わせるからね。で、ちょっと消しますね。で、結局このマイナス3は右辺に移行します。で、この部分は y マイナス3が共通なんでくくり出します。で、くくり出すと、前に出して残った x とマイナス2を、まあ、後ろの括弧に入れるっていう話をよく俺はするんですけど、x がちょっと前にあってほしいので、この括弧順番変えますね。つまり、まあ、もちろん逆のままでも構わないんですけど、x マイナス2、y マイナス3と。で、イコール、移行してきた3となります。で、ここまで持ってこれれば、わりかし、もうあとはね、勝負がついたみたいな感じになるんですけど、これ結局、カッコですけど、これかけるこれ、イコール3ですよね。あるものかけるあるものが3になるのって、3、1、もしくは逆の1、3、かけたときにね、マイナス3、マイナス1、逆の、マイナス1、マイナス3。この4パターンしかないんですよ。だから、その4パターンになる時の、xy を求めればいいですよね。で、終了です。流れとしては。ただし、途中式をね、書かされることもあるので、ちょっとここ、一言だけ、断りを入れます。で、もともと、問題にね、整数 xy って書いてくれてるので、xy は整数より今ね x-2 と y-3 について考えるから、もちろん xy がもともと整数なのでこの2つも整数になると、まあ、当然ね、まあ、当たり前のことを書いてるんですが、この一言あった方が安全です、途中式書くときは。で、x-2 も y-3 も整数だから、その x-2、y-3 の数字のコンビはさっき言った3、1、もしくは逆の1、3か、-3、-1、-1、-3。この4パターンですよね、と。で、それぞれ解いていけばいいから、ラスト。じゃあ x
Y のコンビはまず3、1ですね。こっち、これが3になるためには X に5を入れれば、5をマイナス2で3になるから X が5で、こっち Y が4になれば1になるので、まず1個目5、4と。次、1、3になるコンビ、1になるには、X が3ですね。で、3になるには Y が6。次、マイナス3、マイナス1です。マイナス3になるには、X がマイナス1。で、マイナス1になるには、Y が2と。で、ラスト、マイナス1になるには、X が1。マイナス3は Y が0か。で、この4パターン、これが全部答えでしたと。こういった形になります。で、もともと XY、整数って言われてて、全部ちゃんと整数になってるからね、答えとして、まあ、不適当なものはありませんと。これで OK です。よいしょ。大丈夫かな？で、2番ですね。ちょっとすっげえ汗だくなっちゃって、もし映ってたら申し訳ない。で、2番が分数のパターンなんですけど、ちょっと最初にやることは違うんですが、基本的に流れは同じです。やることは。で、X と Y、両方自然数、まあ1以上ですね、と考えることができるので、両辺に XY をかけます。分数消したいんでね、XY をかけると。そうすると、まあ約分されて、この部分、XY をかけると 4Y になります。で、ここかけると、マイナス X、約分してね。で、忘れずにこっちも XY をかけると。公式が変形できます。で、まあ全部まず右辺に持っていくと、まあ右辺に持ってってちょっと入れ替えちゃいますけど、プラス X、こうなると。で、あとは同じです。もう無理やり因数分解しに行きます。ここね、X くくり出して、Y プラス1。で、こっちね、後ろないじゃんと思うんですけど、マイナス4くくり出して、無理やり作りに行きます。こうやって。でもこれ展開するとマイナス4が余計に出てきてしまうから、その余計のマイナス4を消すために4を足しておくと。で、前のこの部分 Y プラス1をくくり出せば、残った X とマイナス4が括弧に入るので、マイナス 4Y プラス1で、このプラス4は右辺に移行すればいいから、こうやって因数分解ができます。ただ、ここにまた一言断り入れるんですけど、今回自然数なんですよね。で、自然数ってのは1以上です。まあ、正の整数なので。だから、ここで、X は1以上。で、Y も当然1以上です。ってことは、X が1以上だよ。ってことはね、X-4 は -3 以上になります。1入れた時は -3 じゃないですか。で、X がそれより大きいってことは、これ全体でマイナス3より大きくなると。で、Y プラス1も同じように考えると、まあ2以上となる。で、X マイナス4、Y プラス1の数字のコンビを探しに行きます。で、今は、かけたものがマイナス4なんです。ここで行こうか。マイナス4。すいません。すっげえ汗かいてて、ごめんね。Y プラス1ですね。で、かけたものがマイナス4になるコンビは、まずじゃあ1とマイナス4。で、その逆ですね。こう。それか、マイナス1と4。その逆。4とマイナス1。もしくは、2とマイナス2のその逆ですね。この6パターンあります。かけてマイナス4になるコンビっていうのは。で、こっから全部6個チェックするんではなくって、さっきこれの条件があります。まず、X-4、左側ね。これはマイナス3以上なんです。ってことは、これダメだよね。マイナス3よりちっちゃくなってるから。だからダメだと。他は OK なんですけど。で、Y プラス1は2以上となってるので、2より大きい。ダメ、ダメ、ダメ、ダメなんです。ってことは、残ったのこのコンビしかないんですよね。だから、探すコンビは、マイナス1の4のコンビか、マイナス2のコンビしかありませんよと。はい、ということで、ちょっと大きく書きすぎたかな。下にね、答え書きたいからごめん、ちょっとちっちゃくしていい？申し訳ない。
ちょっとね、計画が悪かった。で、この数字のコンビがマイナス1の4とマイナス2の2なので、出したかった答え xy はマイナス1になるためには、x が3か3で、4になるためには y が3で OK で、マイナス2になるためには x が2、2になるためには、y が1かいてで、全部 xy 指令数ちゃんとなっているので答えとして OK だから、これが答えでしたといった感じになります。まあどちらにしてもね、この因数分解がちょっと無理やりですけどね、それができるかどうかで、できてしまえばあと条件に気をつけて探せば OK ですので、ぜひこんな感じでやってみてください。では今回は高校数学数 A のいろいろな方程式の整数解についてお送りしました。そしてまあこの章にしてもそうですし、まあ数 A 動画、まあ最初にもね言いましたけど、もしかしたら後から足すかもしれません、まあ知れませんが、ひとまずこれでね数 A 最後となります。ここまでねお付き合いいただいた皆様、本当にありがとうございました。でまあ引き続きいろいろねまた撮っていきますので、今後もどうぞよろしくお願いします。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。